かつて咀嚼地と割譲地の境界だった境原外。画像右側が九龍、左側が深海。深海は、香港のうち、1842年の南京条約で、清国からイギリスに割譲された香港島、1860年の北京条約で割譲された九龍半島以外の領域で、1898年の点、宅香港海始線上によって、 イギリスに99年間の期限で咀嚼された地域を指す。厳密には、1898年の条約で咀嚼地となったのは、九流半島を東西に横切る境原外北、新鮮川以南の領域と、香港に付随する233個の島を指すが、日常の用語としては文脈により、新九流と呼ばれる、新興市街地以南や島諸部を含まない場合もある。 1997年7月1日をもって、イギリスに割譲された、香港の立地域とともに、中華人民共和国へと返還された。新海は、島諸部まで含めた面積が975.23平方キロメートル、島諸部を除いた面積が747.18平方キロメートルである。これは、香港の総面積のほぼ90%に当たる。一方で、 人口は333万6200人で、香港の総人口の半分程度に過ぎない。1970年代頃までは、ほとんどが山林と原の農村に過ぎなかったが、人口増加に対応すべくニュータウンがこの地域に次々建設され、香港のベッドタウンとしての役割を担うことになった。中には、元明など軽鉄添いに、 九龍など都心部下おまけの商業地区の出現や、砂にやタムロモンなどに代表される大型ショッピングセンターの進出により目覚ましい発展を遂げている。深海に位置する古町湾深海の行政区分と属する主な地域は以下の通り。立法会選挙では深海を以下の2つの選挙区に分けている。ありがとうございます。